ナイキバイユーでエアフォースカスタムしてみた。皆さんカスタムしてことありますか？ある方たくさんいると思うんですけども、これはですね、ぜひスニーカーのことをあんまり知らない方もぜひ情報として入れといてほしいんですけども、好きな色で好きな組み合わせで自分なりの靴が作れちゃうぞ。これは別にそのスニーカーが好きな人だけで、すごい時間限定があって、すごいその時間だけでわーっと集中してって、もちろんそういうのもダンクだったりとかはねあると思うんですけども、結構気軽に皆さんお楽しみいただけるので、それをちょっと皆様にシェアしたいなと思うのと、今回私がこれにもあるんですけども、カスタムしたものが、はい、エアフォースワンでございます。結構私ピッキーなんですよ、色の組み合わせだったりとかにこだわりがありましてで、カスタムって案外このミントあるのになんでここにこんな茶色しかないのみたいな、ちょっとうまいとこねついてくることがね多いんです。毎回毎回結構私ね、カスタム毎回ねで出るたんびにやるんです、バイユーで。ただ諦めることが多かったの、納得がいかないカラーウェイが多かったから。今回は結構ね、こうなんていうのかな、まあ今流行りって言ったらいいと思うんですけども、エイジング系、まあちょっと淡いオフホワイトだったりとか、くすみ系のグレーだったりとかがカラーウェイっていうか、まあカスタムできる色の種類の中にねあったので、ちょっとこれはやってみたいぞと思ってちょっと注文させていただいたのと、あとはちょっと注目的だったのがサテン。これね新しいと思うんです、サテン結構好きなので私ちょっとやってみたいなと思って今回やらせていただきました、カスタムさせていただきました。いかがでしょうか、こんな感じです。私のこだわりにこだわり尽くしたカスタムバイユーでございます。これはこだわりとしてはですね、シューターンの部分にですね、こう私のスニーカーアカウントがねありましてね、 You Deserve Better Monday、略して YDBM と皆さんに呼んでいただいてるんですけども、 YDBM のこの名前をこのターンの部分にですねこう入れさせていただきました。 You Deserve Better MondayYes! かわいいね。こうミッドソールの方がねちょっと淡いオフホワイトで、シューレースなんかもねこの白っていうか、まあ、オフホワイトくすみ、まあ、ベージュって言ってもいいのかな、かわいいのよ、これがすごくかわいいのよ、トマガムソールとの組み合わせ。今回スペシャルでですね、このシュース豊洲みたいに言った、シューシュー、あれ数種か、この部分にですね、ファーストユーズ June 18, 1972って書いてあるんですけども、6月18日1972って書いてあるんですけども、これ、スーシュマークの、まあ、50周年記念らしいですね。ナイキがこのスーシュのシュキーンっていうのを使い始めて50周年ですよっていう記念で、こうカスタムでここのね、クイーンっていうのかな、プリントじゃないよね、こう、うん、クイーンだわな。ちょっとごめんね、ちょっとマイナスな感想入れてもいい？あのね、サテンが全然サテンっぽくない見ていただけたらわかるかな、あの やられた方いるかな、あのね、サテンがただの布ねもうちょっとテカテカ、もっとほら見て、サテンってこういうもんじゃない、もっとさこう光沢感のあるものでしょ、布なんだよね、わかる、なんか光り輝きがなくない、光り輝きが、カネチャンネル。はい、それでは皆様と今日はバイユーがどんなものなのかね、こうスニーカーこうやったことない方いると思うので、イントエンドを一緒にやりましょう。カスタムバチョンを選びます。ちなみにですね、今日本ではこのバイユーのエアフォースワンカスタム完売でございます。なので今はできないと思うんですけども、こんな感じでやるんだよっていうのを分かっていただければ、リストックした時にぜひやってみてくださいね、皆さんね。ちょっと一番最初の初期化に戻しました。はい、こんな感じでスタートです。まずフォクシングはですね、ちょっと濃いめが良かったんですね。なぜならなんていうの、雨の水跳ねだったりとかがね気になることが多いので、ムーンフォスルかな、この子、そうね、ムーンフォスル、ちょっとダークめの色を選びました。で次クォーターはですね、ここはサテンのホワイト、サテン入ります。
はい、ここのチップはですね、こうね、ちょっとね、まあ、サテンかレザーかっていうのはちょっと迷ったんだけど、一番傷つく部分だなって私は思うし、もうごめんなさい、これちょっと削れてる。本当に私汚すのよ、履き潰すぞ、大好きだぞって思ったやつはね、本当に気にせずガシガシ履いちゃう人間なんで絶対汚くなるよねってことで、ここはレザーのホワイトを行かせていただきました。はい、行きましょう、次。はい、つま先のこのトーボックスの部分は、まあさすがにここはあんまり、例えばね、食べてるもの、ドリンクだったりアイスとかを落としてしまうことはね、多々あります。ただまあここは上手に履こうって自分も言い聞かせですね、サテンのホワイトを行かせていただきました。アイスティーはコントラストをちょっと出したかったので、これはサテンの、ちょっとまあサテンっぽくないね、残念だったわ。ここはちょっとパールホワイトだ、ここは。え？違うぞ、カレッジグレーだ、かっこいいよね。なんかね、わかる？このさ、下のさ、トトってホワイトからのパールホワイト、カレッジグレー、ムーンフォスル、ハニードゥ、ピンクオックスフォード、ここら辺のね6色が私的にうわーかわいいってなったんです。案外結構なんか黄色、赤、青、緑みたいな、なんかこう、ただの単色が多かったんだけど、この YU は、このね、絶妙なくすみカラーを今回足していただけたので、これはやるしかねえってことで、はい、カレッジグレー追加いたします。はい、次、バックタブ。バックタブもサテンだね。サテンのパールホワイト。はい、で、これはもう絶対こっちです。アニバーサリーですね。そうすると、これわかります？ここに。あ、ブッ、わか、違うな。ちょっと見えなかったね、こうすると。で、ここにね、June 18, 1972って入ってるの。そして、スーシュは、このシャキンシャキンのパテントレザーは私は好きじゃないので、レザーのここはパールホワイト。アウトライン、ここね、なしでもいいんだよ。なしでもいいんだけど、反射欲しくない、反射。写真撮った時にパキーンって、なるやつね。ここはピンクオックスフォードを選びました。はい、シューターンは、フォクシングのね、ここの後ろね、フォクシングの部分と同じが良かったので、ちょっと濃いめのムーンフォスル。ムーンフォスル入るもん。次、ライニングは、これか。違くね？あれ？待って。アメリカだけ？待ってよ。パールホワイトないの？あら、これはアメリカだけなの？ちょっとわかんないな。日本ないですね。じゃあ、カレッジグレーでいっとこう。うわぁ、なんかちょっと濃いなぁ。私、もうちょっと薄め。ホワイトでいっ、あー、ホワイト？んー、ちょっと待って。ホワイト？カレッジグレー？はい、チューレースはもちろんアイボリー。はい、パールホワイトです。パールホワイト入りまして、はい、ここももちろんパールホワイトです。ホワイトでもいいんだよ、ほら。ホワイトでも結構洗練されてかっこいいんだけどね。やっぱね、この辺はこう、絶妙カラーいかないとね、もったいない。今回はもったいない。本当にこれ使わないと思ってないよ。で、アウトソールは、ガムが好きなのよ、私。わかります？一緒の方います？ガム好きなの、私。レトロ感出るじゃん、これだけですんごい。で、後ろの、バックタブのロゴ。はい、カレッジグレーですね。よーす、こんな感じですね。で、ここのシュータンラベル、本当にいろいろあるんですよ。ただ、私はここはちゃんとラベルで、自分ので行きたかったので。Perfect。こんな感じですね。You deserve. Better Monday。で、入りましたとさ、黒じゃないぞ。おかしいな。これですね。セールブラック。はい、では、完了！かっこいい。はい、これが私のバイユー仕様になります。ちょっとここの中ね、ライニングの色がパールホワイトないのがちょっと気になりますけども、はい、こんな感じでございます。見てくれてありがとね。多分またそうね、リストックあると思うので、期待を持ってリストックしてほしいですね。ただぜひ自分色に染めてみてはいかがでしょうか。今年はこのエアフォースワンのカスタムと、ダンクローですね。ダンクローのカスタムも速乾でしたけど、やられた方多かったと思います。やっぱね、ダンクローは変えてないハイプっていうか、まあヤバヤバキックス多いじゃない？だからそれにちょっと似させてね、
作る方がいたりとか、もちろん私のように好きな色だけを組み合わせてやる方もいたりとか、赤めの色が好きとかさ、やっぱ暗めの色が好き、茶色系が好きとかさ、やっぱり人それぞれあるから、それに合わせてできるのがバイユーのいいところ。で、まあ話はちょっとそれますけども、ニューバランスがですね、カスタムがもうそろそろ復活するっていう情報も入ってるので、だんだん、まあ、コロナも明けてきてですね、もりもりお盛んになっていくんじゃないかなってことで、ちょっとカスタム動画作ってみました。かねちゃんねる。この悩む時間がね、もう幸せよね。はい、それでは今日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、はい、ポチッ、グッドボタン、はい、ここ、ポチッ、はい、ベルマーク、そこ、ポチッ、押していただいて、ピポピポしちゃったよ。また次回の動画も楽しみに待っていただけたら嬉しいでございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバーイ!